ポロニア、1863年、ヤンマテーコが、1864年、1863年1月の放棄失敗後に描かれた作品。囚人たちがシベリアへの移送を待つ情景を描いている。ロシア人の管理と兵士は、カジヤが黒がを着た若い女性に手枷をはめるのを眺めている。彼女と引き離されようとしている。 奥の白衣の女性はリトアニアを象徴している。1月放棄、または1863年放棄は、旧ポーランドリトアニア共和国領で発生した、ロシア帝国に対する武装放棄。1863年1月22日に始まり、1864年4月11日に集結した。 最後の反乱者たちが相当された1865年まで続いたとする場合もある。放棄はポーランドの青年がロシア帝国軍に徴兵されることに対する抗議運動と同時に始まり、すぐにポーランド人やリトアニア人の交換や様々な政治家も参加した。反乱軍は規模が小さく諸外国からの本格的な支援もなかったため、 必然的に、デリラ戦術を採用することを余儀なくされた。彼ら反乱軍は、いかなる軍事的勝利を得ることも、主要都市や要塞を占拠することもできなかったが、小坂みのりたちを民族運動から遠ざけようと、起都された、ロシア領ポーランド地域における、濃度性廃止の効果を薄れさせることには成功した。反乱の参加者たちには、処刑やシベリアへの流刑といった、 残酷な報復が待っていた。こうしたロシア政府の厳しい対応のおかげで、ポーランドリトアニアの人々は、さらなる軍事闘争を引き起こすのを諦め、有機的労働の理念を受け入れて経済面や文化面での国力強化に専念するようになった。1861年、戒厳令が出されたワルシャワに駐屯するロシア軍、ロシア帝国がクリミア戦争に敗れて、経済的、 政治的に弱体化すると、旧ポーランドリトアニア共和国領の社会情勢は、不穏なものになっていった。ジュゼッペ・ガリバルリ、カール・マルクス、ミハイル・バクーニンらの思想に影響を受けた、オザク・ミノリア学生たちは、組織的な G 行動を開始した。1861年にはビリニュースだけでも116回のデモ行進があった。愛国者たちによる暴動が立て続きに起きた後、 ロシア皇帝アレクサンドル2世紀の任命したポーランド副王カルル・ランベルト将軍は1861年10月14日にポーランドにおいて戒厳令を敷いた集会が禁止され一部の民衆指導者の行動が非合法と決められた法規の指導者となる人々はサンクトペテルブルク、ワルシャワ、ビリニュス、パリ、ロンドンに密かに結集していた これらの人々が互いに接触や会合を続ける中で赤党と白党という二つの主要な党派が形成された。尾崎みのり、労働者、一部の聖職者は赤党に、地主や知識人は白党にそれぞれ集まった。1862年にはこの二つの指導的なグループが旧ポーランドリトアニア共和国の支持勢力を構成していた。 1>, 1月放棄中のポーランド会議王国における、初戦闘1月放棄中のリトアニア、ラトビア、ベラルーシ及びウクライナにおける初戦闘放棄は、当時しばし平穏であったヨーロッパに新たな相乗をもたらす形で始まった。ポーランド人を支援すべしという世論の強い声があったにもかかわらず、フランス、イギリス、オーストリアなどの列強国は、 政治的な安定期が失われたことを苦々しく思っていた。潜伏していた放棄の指導者たちは、ロシア領ポーランド王国政府主犯のアレクサンデル・ビエロポルスキ伯爵によるロシア軍への徴兵命令を拒んで森に隠れていた青年たちに武器や装備を提供する目途を立てられなかった。ほぼ約1万人が革命の旗の下に集まった。 反乱に参加した者たちは主に都市部の労働者や若い事務員といった層を中心としていたが、緊急シュラフとの次男以下の息子や大勢の下級生職者もかなりの割合で混在していた。まともに武装もしていない反乱分子を始末するため、ロシア政府はラムゼー将軍率いる9万人の軍勢をポーランドに送り込んだ。反乱はすぐに鎮圧されるかに思われた。 しかし戦いの火蓋が切られ、反乱者の立ち上げたポーランド暫定政府は熱狂的に祖国回復の偉業達成へと邁進し始めた。彼らは心情、身分、階層の区別のない自由にして平等なすべてのポーランドの息子たちに向けて声明を出した。声明は、小坂実りの耕している土地は、それが賃貸だろうが領主への奉仕で耕しているものであろうが、 今後は無条件に彼らの財産とし、それに伴って領主が失うことになる土地の保証金は国立の中央銀行が拠出するとしていた。革命政府は2月の間、ろくな武器もなく各地に散在した状態でゲリラ戦法を巧妙に駆使し、ロシア軍を相手に80回もの激戦を繰り広げた。一方、放棄の声明は西ヨーロッパ諸国に向けても出され、北はノルウェーから 西はポルトガルまでどの地域でもマからの同情をもって受け止められた。ローマ教皇ピウス九世はカトリック国ポーランドが正教国ロシアに対する防衛に成功するべく特別の祈りを捧げるよう信徒に呼びかけた。この呼びかけはポーランド人に対するヨーロッパ人の共感を大きく高めた。リトアニア、ベラルーシ、ラトビア、ウクライナ北部及び ロシア西部での放棄は1863年2月1日に始まった。赤党と白党の合同政府が結成され、ジグムント・シェラコフスキ、アンターナス・マツケビチュス、コンスタンティカリノフスキラによって指導された。彼ら指導層はポーランドにおける同志たちを全面的に支持し、一貫してポーランドの反乱者に忠実に行動した。ポーランド、リトアニア、 ベラルーシの反乱者の数はさらに増大し、武器不足もやや改善されていったが、敵側は彼らをはるかに凌ぐ規模と武力を有していた。リトアニアには13万5千人のロシア軍と6千人のコサック兵が、ボルイーニには4万5千人のロシア軍が、駐屯していたのである。放棄軍が敵側との大規模な戦闘を行うごとに、反乱参加者の数は少なくとも10分の1にまで減った。 放棄が始まって24時間のうちに、リトアニア中の兵器工場が脱出され、多くのロシア人管理が公開処刑にされた。1863年2月2日には、マリアンポレ近郊のチスタブーダで、ロシア軍の表記兵部隊と大半が、大釜で武装した、リトアニア人農民との最初の大規模な戦闘が起きた。この戦闘は、準備不足な農民たちが、 一方的に虐殺される形で終わった。短期決戦が望ましいと考えた反乱者の各グループは結集してより大きな部隊を作り、さらに新たな参加者を求めた。4月7日、2500人の武装兵を集めることに成功していたジグムンとシェラコフスキは復古したポーランドリトアニア共和国の総司令官に選出された。シェラコフスキに率いられた農民軍は 苦戦を強いられつつも何度か勝利を手にした。しかし数週間にわたって続いた行軍と戦闘に疲れ果て、5月8日にグディシュキーズ近郊で行われた戦いには敗北した。1月放棄におけるポーランドの国章。ポーランド・リトアニア共和国を構成した三民族の国章、ポーランドの白足、リトアニアの騎手、ルテニアの大天使ミカエルが一緒に描かれている。 1>, 1月放棄におけるの旗大釜まで武装した放棄軍の農民兵反乱者の国民政府は貴族支配に対する不満が広がっていると思われた。ロシアで革命が起きることを期待していた。また、フランス皇帝ナポレオン3世への積極的な支援をも当てにしていた。ロシアと友好関係を持ち、ポーランドで起きた放棄の鎮圧を援護するとまで申し出たプロイセンと、 フランスとの戦争は当時不可避なものとなりつつあり、ポーランドとフランスは共通の敵を持つ同盟者になるうると考えられたのである。ロシアとプロイセンとの協定は2月14日には結ばれ、ベルリン駐在のイギリス大使は本国政府に対し以下のように伝えている、プロイセンの特使はロシア政府との軍事協定を取り決めた。これによると、両国政府は近年ポーランドとリトアニアで起きている。 反政府活動の鎮圧に関しては、相互補完的にお互いの便宜を図り合うとのこと。ロシア軍当局は、プロイセンの鉄道を利用して、自国の軍隊を、プロイセンの支配する旧ポーランドリトアニア、共和国地域に送り込むことができるようになる。プロイセン最初ビスマルクが取り決めたこの協定は、諸列強国の一部の政府から抗議を受け、また旧ポーランドリトアニア共和国領に住む、 諸国民を憤慨させた。その結果、はじめは小規模な放棄だったものは、今やロシアに対する民族戦争の性格を、帯びるようになった。アダム・イエジ・チャルトリスキ公の息子ブ・ワディスワフ・チャルトリスキ公の助言を受けてなされた、ナポレオン三世の約束に勇気づけられ、すべての国民が武器を取ることになった。ワルシャワ大司教を含む、ロシア政府の下で感触を与えられていた。 旧共和国領の市民全員が放棄軍と一致団結することを表明し、その地位を放棄して、白島の最有力の指導者5人で構成された新しい立憲政府に従った。民族戦争を開始したポーランドを救うための内政干渉を継続した列強国はスウェーデンだけだった。スウェーデン王カール15世はポーランドの悲惨な状況に同情を示し、 ロシアに対する十字軍を立案したが、同時期に起こったデンマーク戦争への対策に追われ、さらに放棄軍への支援は、スウェーデンの中立主義的思考ゆえに行われなかった。現実主義的な政治判断の結果、諸列強国は独立ポーランドによって悪影響を及ぼすような行動をとった。オーストリアはそれまで、ポーランド会議王国に対して友好的中立の立場をとり、 自国領の一部であるガリツやロドメリア王国におけるポーランド民族運動に弾圧を加えることもなかったがここに来て態度を硬化させた。民族主義の表面化はそれまでこの放棄を好意的に見ていたロシアの旧進派グループとの関係も悪化させた。旧進派のロシア人たちはそれまでこの放棄の性格を民族主義的ではなく 社会主義的なものとみなしていたからこそ、同情を寄せていたのだった。ロシア政府もまた、勢いを得つつある、放棄の早期鎮圧により一層の勢力を傾けるようになった。ポーランドのやりき兵たちによる、パトロール何千人もの、共和国市民が、戦いの中で命を落とし、首吊り屋と呼ばれて、ポーランド人に憎まれた、ロシアのミハイル・ムラビオフ将軍は、 私的に128人の反乱者を公死刑にし、9423人の男性と女性がシベリア流刑を宣告された。村や都市は次々に焼き払われ、運動家たちは吊るし上げられ、シュラフタは財産没収や法外な課税処分を受けて姿を消した。ロシア軍の蛮行はあまりにむごいものだったため、ヨーロッパ全域から避難の声が上がり、 ロシア国内でも反乱者に残忍な隣地を繰り返したムラビヨフ将軍は更迭された。新しくポーランド副王に任命されたヒョードルベルク伯爵もムラビヨフと何ら変わらず会議王国に対して非人道的な厳罰と弾圧をもって臨んだ。赤党は保守主義者が集まる国民政府が行ったオザク・ミノりの扱いに関する 反動的な政策を批判していたが、ナポレオン3世の空約束を信じきっていた。国民政府もまた、フランスからの援軍を信じ、彼らが来ることを前提とした、戦術方針に固執した。1863年10月に高い尊敬を集める有能な軍人ロムアルト・トラウグトが実権を掌握するに至り、国民政府側にはようやく希望が見え始めた。 ポーランド貴族の館で略奪行為に及ぶロシアの兵士たちトラウグとは最初の国民政府の政策に立ち戻り、オザクミノリに土地を与えて彼らを放棄に積極的に参加させることで前回級による闘争を実現させようとした。オザクミノリたちの反応は上々だったが後半な動きに結びつくことはなかった。優れた政策ではあったが採用するには時期が遅すぎたのである。 ロシア政府は先手を打って、ポーランドの貴族領地のオザク・ミノリたちに働きかけ、彼らに自由所有の土地の成戦闘はその後も数ヶ月にわたって、断続的に続いた。放棄軍の将軍たちの中でもユゼフ・ハウケ・ボサク、伯爵は勇猛さを見せ、数の上で圧倒的な優位を誇るロシア軍から数都市を奪い取った。ロムアルト・トラウグトと、 他の国民政府のメンバー4人が1864年4月に逮捕されてワルシャワ要塞で処刑されると1月放棄はその年の下半期には急速に終結へと向かい8ヶ月しか続かなかった放棄はそれまで650回もの戦闘と小競り合いを繰り広げおよそ2万5000人のポーランド人の命を犠牲にしていたサモギティアトポドラシェの2地域が 最も長く放棄を支持し続けたと言われる。両地域ではカトリック教会に属しながら、聖教の天礼を保つギリシアカトリック教徒の住民が放棄の参加者たちから内通者とみなされて死刑にかけられ処刑された。放棄の消滅後には厳しい報復が待っていた。ロシアの公式記録によれば九十六人が処刑され六百七十二人が シベリア送りになった。多数の男女がカフカス地方、ウラル地方といったロシア内陸部に送り込まれた。またおよそ7万人が逮捕され、後にポーランド国外へ追放されて、ロシアから遠く離れた地域に身を落ち着けている。ロシア政府はポーランド会議王国にあった1660の所領を旧リトアニア大公国にあった1794の所領を没収している。 すべての所領には戦争の賠償金として収入の10%もの税金がかけられた。この高額な税金は1869年になってようやく5%に引き下げられた。ロシア政府は小坂みのりたちに土地を与えたばかりでなく、自域権の名目で森林や放牧地の利用権その他の所権利を与えた。こうした措置は続く数十年にわたって起きた領主と、 尾崎実との間の絶え間ない紛争の火種となったし、土地の細分化を引き起こしたことで、経済発展の障害にもなった。ロシア政府は、教会の領地と資金をすべて没収して、修道院を閉鎖した。宗教教育を除けば、学校で行われるすべての授業と研究はロシア語で行うことが強制された。ロシア語は、旧、共和国地域の公用語となり、中央でも、 地方でもすべての行政機関ではロシア語以外の言葉を使うことは禁止された。かつての自治国家であるポーランド会議王国の痕跡を残すものはすべて消し去られ、王国は10の地域に分割され、それぞれの地域にはワルシャワ総督の完全な統制下にある軍政官が置かれた。放棄以前に会議王国の公職についていたものはすべてその地位を追われた。こうした 厳しい措置は一定の成功を収めた。放棄の終焉から41年後の1905年、ロシアによる強権的な統治が革命によって崩壊すると同時に、次世代のポーランド人たちは再び独立を求めて立ち上がることになる。ヨーロッパとの別れアレクサンデル・ソハチェフスキが、画家自身も放棄に参加し、シベリアに流刑となった。ありがとうございます。